画面の前の皆様、こんにちは、うつぼです。では今回は、またレトロフリークを使いまして、最近購入しました、ソフトを、紹介したいと思います。よろしくお願いします。最近購入しました、ソフトは、こちらになりますね。前回、紹介しましたシューティングと、ほぼ同時期に、買いました。この4本のソフト、今回やっていきます。まずは1つ目ですね、ロックマン2、ドクター・ワイリーの謎ですね。では早速これから、やっていきます。1988年カプコンから発売されましたね。タイトル画面ですね。ロックマン、髪の毛があるんですね。では行きましょう。この8体の、デッキから、選ぶわけですね。では今回は1体だけ相手をしたいと思います。では最初にメタルマンから、メタルマンを相手にしてみます。ベルトコンベアですね。今回は、クリアまでじゃないので、イカマ蒸していきます。ほっと、止まったはずなんですがね。レトロフリークの電子機能を使ってちょっと体力を回復していきます。ここがギリちゃん。あのバンガップは、ラッシュコイルがないと無理ですね。この体力で出るんでしょうかね。私は無理だと思ってます。さあ、メタルマンですね。やっぱりですね。でも満タンならなんとかいけるかと思いますがね。コンビは下がってる方が戦いやすいですね。はい、メタルマンを倒しました。これでメタルブレードを装備したことになりましたね。では、次のロックマン3やっていきたいと思います。
ロックマン3、ドクターワイリーの最後ですね。これも、8歳の時からまず選ぶ感じですね。では、シリーズ屈指の弱さという、タップマン選びましょう。できるようになったようですね。処理打ちが激しかったですね。コマのようなリフトに乗って、さあ、タップマンですね。タップマンに関してはノーダメで倒しましたね。さあ、これで、タップスピンという技を手に入れました。ユーゴタップスピン、なんとこのタップスピンは飛び道具ではなく、体当たりのような技ですね。そしてロックマンといえば、それぞれに、苦手な武器というのがありますね。それに対応した、武器だと、ボスに大ダメージを与えるということが、このロックマンの、楽しみの一つでもありますね。先ほどのタップスピンが、苦手なこのシャドーマン、これも行ってみましょう。アップですね。あの敵から出るのは非常に珍しいですね。
今のはブルースですね。シャドウマンですね。では武器を、タップスピンに変えて、ゴリ押しで勝てますね。体力さえあれば半周ですよね。これで、ロックマン3の、武器の中でかなり使用頻度が高く なるだろうという武器ですね、シャドウブレイですね、では次のゲーム見てみましょう。はい、名作中の名作が来ましたね、悪魔城伝説ですね。1989年に、コナミから出ました。まあ、主人公はナルミルマンドですね。そして、音楽は、シリーズ屈指の名曲ビギニングですね。これでムチが、最高になりましたね。大骨柱もなんとか倒しました。とドザリオで、一緒にして できるそうですね。ここはナイフよりも斧がいいと思います。一面のボスですね。さあ、ここのボスはここに登るとついてくるので、着地の隙を、あ、これでステージ1クリアですね。さあ、ここから、分岐することができますね、では上に行ってみます。
系統ステージですね。さあ、この振り子を渡っていくところですね。落とす気満々のメデューサイトですね。あら、今のはないでしょう。同じ失態を2回やってしまいましたね。引っかかるんですね。ゲームってこんなに難しいんですね。ようやくボスですね。はい、ようやく倒しました。
もっとスムーズにいく予定だったんですかね。あ、悪い夢を見ていたようだ。これはグラント、奴の力で化け物の姿にされてしまったんだ。仲間も親兄弟もみんな奴の犠牲になって。頼む、俺も連れてってくれよ。グラントですね。連れていくを選択すると、味方になりますね。セレクトボタンで答えていきます。そうかい、これ、あ、読みませんでした。各キャラクターごとに、性能が違うので、そのステージの要所要所で交代する必要がありますね。で、例えばグラントはジャンプ力が高く壁に張り付いたりもできるので移動は非常に便利ですね。空中で軌道も変えられるので、はい、これが悪魔超伝説ですね。これまだ序盤なんですが、ぜひ、スタートからクリアまで挑戦するソフトの一つに、挙げてもいいですね。非常にやりごたえがありました。さあでは、次のゲーム行ってみましょう。はい、これは、ワイワイワールド2ですね。 SOS パスリジョ、コナミの、ソフトですね。1991年の作品となります。主人公はリックルという、ロボットですね。そのロボットが、今までの、コナミのキャラクターに変身し、することができるというゲームですね。この、4つのパターンに変身することができますね。ゴエモン、皆さん大好きゴエモンですね。そして、バイオミラクル、ポクッテウーパーの、ウーパーですね。そして、アコマジョ、ドラクラのシモン。で、月風マデンのフーマ。そして、コントラのビルライザーですね。この、5人に、でそのうちの、3人を選ぶという感じでしょうね。ではゴエモン、ビル、フーマでいきましょう。ゴエモン、ビル、シモンはないんですね。1面は女性スクロールですね。でこの主人公リックルは、オリジナルの状態の敵は、2段ジャンプすることができますね。これは無敵ですね。Cというのを取ったら、左下の、シンボルが、スクロールするので、変身したいタイミングで、
上と A ボタンですね。これで月うまいになりましたね。非常に攻撃力の高い風磨ですね。非常にリーチは短いですが攻撃力のあるキャラクターですね。これが、ビルですね。4方向に弾を撃てますね。で、範囲は画面端まで届くので非常に当てやすいキャラですね。さあ、これは、ゴエモンですね。キセルをブーメランのように投げますね。行きと帰りに判定がありますね。で、一面の途中で急にシューティングになりますね。ここはビルに変身して、ビルだと圧勝できますね。はい、これで一面クリアとなりますね。動画では編集しておりますが、一面が非常に長いですね。ワールドに花のお江戸タウンは大騒ぎ。さあ、音楽かけて、ゴエモンステージですね。月馬の火力で圧倒しましたね。ちなみに変身している間は体力は減りませんが、
変身しているタイムが短くなりますね。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回紹介しましたレトロゲーム4作ですね。ロックマン2、ロックマン3、そして悪魔城伝説、そして、ワイワイワールド2ですね。この4作品、非常に有名なので、今の、30代後半から40代の人は知っている人は多いかと思いますが、懐かしんでいただけたでしょうか。そしてメーカーも、カプコン、そしてコナミとなってますね。私もこの2メーカーは、非常に好きですね。スーパーファミコンになっても、そしてプレイステーションになっても、カプコンとコナミのアクションは好きですね。では、またレトロゲーム、手に入れましたら、また、レトロフリークを使いまして紹介 していきたいと思いますので、その時はどうぞまたご視聴よろしくお願いします。また Xbox One のソフト、また悪魔城ドラクラシリーズ、またその他にも、新作のゲーム、実況予定をしておりますので、またそちらの方もどうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。うつぼでした。